日本モーター女子部部長矢田部あきこです。今日はですね、ホンダズーマーレストア企画ということで、もう第何弾か分かんなくなっちゃってますということで、レストア企画ということで、次はこのシートの部分を塗っていこうと思います。それでは早速、どうぞ。で、今シートの状態がこんな感じです。実際乗ってみて分かったのが、なんかこうシートがちょっとベタついていて、セロテープを机に貼って剥いだ時の机のベタつきの感じだから、どんどん汚れがまたついていっちゃってるんですよ。多分このシート自体がちょっとベタベタしてるんで、ちょっと塗って改善していきたいと思います。じゃあシート自体を外していきます。ここのネジとここのナットを緩めると、このシート自体がパカッと取れます。じゃあ早速外していきます。このシート自体は本当緩めるだけなので簡単に外れます。おい、外れました。シートが取れました。ここまでは全然簡単でした。ほい、次はマスキングテープを貼っていきます。マスキングテープってこういうのです。これどこで買ったかな、100均かホームセンターで買って98円とかでした。めっちゃ安いです。で、これマスキングテープを貼っていくんですけど、私はこの赤い塗装をするので、赤い塗装がついてほしくないところ、例えばこの白いラインとか、このホンダって書いてある黒い部分にマスキングテープを貼っていきます。黒い部分はもうすぐ隠せるんですけど、この赤い白いこのラインに上手にマスキングテープを貼るのが結構難しいです。これはあれかもしれないですね、女性の方が手がちっちゃいから、マスキングテープ貼るとかなった時はいいかもしれないですね。男性ってほら手が大きいから、細かいところまでやっぱ指が入んないでしょ。いいんじゃない。で、次はここの部分に紙を貼っていきます。この白いラインほどそんなに真剣にならなくても大体で大丈夫です。で、裏側なんですけど、私はこの縁ぐらいまで、ここまではいいんですけど、この縁ぐらいまでは赤く塗りたいんで、裏もこういう風にざっくりテープを貼っていきます。裏の方は別にその表ほど結構きっちりじゃなくてもいいと思います。まあ、気になる人は貼ってください。はい、それでは塗料を吹きかける前にこのパーツクリーナーを吹きかけて拭き取っていきます。そうすることによって表面の油分が取られ、表面の油分をきれいにすることで塗料が剥がれにくくなります。ちなみにこの、ちょっと言い忘れたんですけど、この作業をする前にもう一回しっかり洗ってます。
じゃあ塗料を吹きかけていくんですけど、ちょっとなんかこういうの買ってみました。ちょっとこうやったらなんか本格的っぽいでしょ。でこれを使うんですけど、まあ、10センチから15センチ離して、で使う前は必ず振って、でこういう風にいろんなところに吹きかけるんじゃなくて、こう一定方向にムラがないように塗ってくださいとのことです。はい、続いていきます。うまくいったんかな。ちょっと乾くの待ってみます。はい、じゃあ2回目の塗料を吹きかけていきます。で、塗料を吹きかけていく時の注意点として、1回目が必ず完全に乾いてから2回目を吹きかけてください。それではいきます。実際にやってみて思ったことは、ここまでしこの幅しか塗らないじゃないですか。なのでここで止めてしまう、この幅通りにこう塗ってしまうと、ここで止める、ここで止めるってやってしまうと、ここばっかり液が溜まっちゃうんで、オーバー気味にやってもいいと思います。ここまで塗る気持ちでこうここで止めると液だまりになっちゃうんで、それよりもこうオーバー気味にこう塗っていく方がムラなく仕上がると思います。じゃあ次3回目、これはい、OK、 これで乾くのを待ちます。はい、それでこの裏の部分の縁のところを吹きかけていって終わりです。まあ、これはもう1回だけにしようと思います。はい、これで終わりです。それでは乾いたので、このテープの部分を外していきます。おお、ちゃんと綺麗にできとる、できとる。じゃないだろうか。完成でーす。じゃあこれを取り付けていきます。でこんな感じです。ちょっとムラになっ、ムラになってるというか、光沢が出てるところとちょっと マットな感じの部分が出てしまって、多分これ下の素材の問題なのかなというふうに思います。ムラには色ムラにはならなかったです。ちょっとここら辺の課題も、まあ、今ちょっとどんどん進めていかなくちゃいけないんで、ちょっとスルーするんですけど、ここもちょっと、ね、また塗り直すときに課題にしていきたいと思います。ただ結構うまくできました。ツヤツヤしておりますということでですね、ホンダズーマーのシート、サドルシートを塗ってみた動画でした。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。それでは。